末、トルコで起きた地震で被災した自治体の代表が兵庫県知事と復興について意見交換しました。今年2月、トルコ南東部で起きた地震で被害を受けたガジアンテップ市の市長ら11人の視察団が今朝、兵庫県の斉藤知事と面会しました。視察団は1995年に起きた阪神・淡路大震災の経験をトルコの復興に役立てようと来日していて、復旧から復興への道筋や国の支援の在り方などについて意見交換しました。政府からの資金的なサポートをきちっとこう提供していただけるような体制が大事だと思います。視察団は震災で広い範囲で火災が起きた JR 新長田駅周辺で復興の経緯について担当者から説明を受け、明日は人と防災未来センターを訪問する予定です。先ほど速報でもお伝えしましたが、現在もでは今日最初のニュースです。今年2月の大地震で大きな被害を受けたトルコの地方自治体の代表団が阪神・淡路大震災から復興した経験も学ぼうと兵庫県に訪れ、斉藤知事との会談で支援への感謝を述べました。今年2月6日に発生したトルコ・シリア地震では5万人以上が死亡し、今も多くの被災者が避難生活を余儀なくされていると伝えられています。こうした中、トルコ南部のガジアンテプ市など被災地の地方自治体の市長を含む代表団10人が阪神・淡路大震災からの復興の経験について学んで現地の復興に役立てようと、今日から3日間兵庫県内を視察しています。10人は午前中県交館で斉藤知事と会談し、地震に対する日本からの支援について感謝の言葉を述べました。Bu nedenden dolayı sizin 1995'te yaşamış olduğunuz deprem ve sonrasında yaşadıklarınızı burada yerinde görmek, desteklerden dolayı teşekkür etmek ve aynı zamanda kardeş şehirler olarak bu irtibatı devam ettirmek istiyoruz. Kardeş şehir tavsiyesinde bulunmanızı talep ediyoruz. 続いて代表団は阪神・淡路大震災で大きな被害を受けた JR 新長田駅周辺を歩いて復興を遂げた現在の街並みを確認しました。その後、日市にある県の広域防災拠点を視察し、担当者から説明を受けていました。代表団はあさってまで県内に滞在し、期間中に淡路島などの視察が予定されています。